時和木学園高等学校は、宮城県仙台市青葉区小田原4丁目にある、私立高等学校。かつては中学校もあったが、2005年3月31日をもって廃止された。通称は、時和木も,もしくは、ト記キ普通科と音楽科のに学科が設置されており、女子校とされているが、音楽科に限り男子の入学も認めている。制服は、 女子は4本ラインのセーラー服に、公明の時輪目を表す、緑色のスカーフを結び、ボトムスは、紺色のプリーツスカートで、創立時より一貫して採用しているデザインである。防寒のため2008年12月より、パンタロンも選択できるようになったが、ブレザーでなく、セーラー服を採用した、私立学校としては珍しい試みでもあり、首都圏のニュース番組でも報道された。 音楽家の男子制服は三つボタンのブレザーにスラックスである。効果は同位万水作詞、福井文彦作曲。部活動では主にサッカー部が全国的にも有名。獲得した全国タイトルは全国高校女子最多計17回の優勝を誇る。2010年より日本女子サッカーリーグの2部に相当するなでしこチャレンジリーグの東ディビジョンに所属し、 2010年、2011年、2013.2015年の、計4回チャレンジリーグ優勝を果たしている。なお一部の、なでしこリーグ一部には加盟申請していないため、現在は昇格できない。また同部からは、多くの選手を、なでしこジャパン、日本女子、サッカーリーグに輩出している。ありがとうございます。